いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、NBA のパニーには、はい、こちら2つです。高地さんからご依頼ですね。はい、よく早めにね、気づきましたね。よいしょ、無告知なんで1ケース分だけね。でももうなくなっちゃったんで、1ケース分ね、まあすぐじゃないですか。はい、もう1ケース箱売りするか、ちょっとね、とりあえずいきます。せーの、よいしょ。あ、JW、 おお、 JB じゃないですか。はい、 JB で出なかったですね。35-33、35枚限定、いいっすね。ジェイソン・ウィリアムスね。はい、 JW ですね、いいっすね。よいしょ。はい、プレイヤーズ・デイライトが脳内再生されてますはい、せーよいしょ。お、ルーキーだ、エドワーズ、32番ですね。99枚限定です。はい、いいっすね。ジュービルに抜き、やっぱこれかなり写真の、クオリティがいいですね。はい、200個目、これ箱を取っときます、いらないですか。箱に戻しておくか、まあ、発送の時だいぶコンパクトになりますけどね、他のものも入れられる。いるかいらないかだけね、後で教えてください。はい、いきます。200個目、せーの、よいしょ。アイバーソン、おお、いいですね。10シリだ。はい。両方ね、まあ、ルーキー以外、まあ、ルーキー引きたいもんね、普通はね。でも、まあ、ジュエルとアイバーソンだったらいいですね。はい、アイバーソンは10シリの8番。8-10。ファーストチームシグネチャーですね。ファーストチームシグネチャー、結構レジェンドもいますんで、レジェンドっていうか、深いレジェンドもいますんで、ね、90年代、アイバーソンだったらいいですね。はい、ありです。でした。せーの。よいしょ。エリック・ゴードン。25シリですね。パープル。13-25。エリック・ゴードン。はい。ということで、サインカードは、ジュービルとアイバーソンでした。いいですね。よいしょ。まあ、これ、マグホに入ってますけどね。グレーディング。されてもいいんじゃないかな。全然アイバーソンは10シリのゴールドですからね、 これをやった方がいいかもしれないですね。今もう個々にやってますんで、あ、他送るのはあれ、そうですね、ありますもんね。この間2ヶ月前ぐらいに言ってたやつ、それ送付していただければ他もあるもんね、あれね。なので、はい、まあ、とりあえず、はい、パニーはアイバーソンとジュイっていうか結果でね。はい、いいですね。はい、じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。